こういう問題って出されるとちょっと頭抱えてしまいますよね40 miles ってなってるんですよ s がついてて複数形なんですでこの時にですねこの40 miles というのはじゃあ動詞はどれを取るんだろうかってことなんですでまずこの中で絶対ダメなのは will ですね will 動詞の原型も来てないのに入れられるわけないじゃないですかということですで have been, are, is まあこれらは可能性として ここだけ見たら全くなないいとは言えないでしょうねだってこれってどれを入れたとしても要するに B 同士が入るということですから2分形になるんでしょうね。となった時にじゃああとは何で選びますかああ have been だとするならばそれはこいつを はい複数形の名詞として捉えていることになります is を選ぶならばそれは単数形の名詞として捉えているということになりますじゃあ40マイルズ四十マイルというこの距離を表すこの表現って一体単数でしょうか複数でしょうか判断のポイントはあのー もしこれを複数で捉えるということはこれは加算名詞として捉えているということです。じゃあ40マイルって具体的な形ってイメージできますかでも40マイルって言われたらそんな巻尺とかで測ったらそれ正確にわかるじゃないですかって思うかもしれません。ですがこれってでも複数って言っていいんですかね要するにあのー 1>, 1マイルって具体的な形あの大きさとかっていうのはでもまあ長さでは決まってるような気がするしとかって言い出したらなんか頭痛くなってしまいますよね。なのでもうこういうのは形としてあの原則をちゃんと押さえてください結論から言うと、はい、これはですねあの基本的にはもう単数扱いになります。マイルズという特に距離の表現というのはもうこれは一つのまとまりとみなされますのでこれね フォーティーマイルズっていうのは、これは単数複数とか考えなくていいです。もうこれはもう負荷算と考えてもらったらいいです。いやでも負荷算って言われても、いやそんなん四十マイル足す五十マイルは九十マイル計算できるから。いや数えられるじゃないですか。だから言ってた言ってるんですよね。あの負荷算って別に数えられないって意味じゃないんです。あの具体的な大きさ形というものが一律決まってるわけじゃないよと。だって。一マイルを想像してくださいって言われても。 どうう想像しします、まあ、長さが同じといいのはかかるかもしれない1マイルという長さというのは分かるかもしれないけどそれ以外が全く想像つかないんですよねあなたの周りの道の1マイルかもしれないしそれはあなたの行ったことのない場所で測った1マイルかもしれないとかってなってきたら確かに同じ長さではあるのかもしれないけどもそれを比べてしかもその1マイルを2つ集めてくださいとかって言えないですよね。と考えるとまあ距離に関してはもうこれは不可算として扱ってくださいと。してお金もそうです100万円 って言われても。百万円をイメージしてください。って言われても、これよく考えたら難しいんだよね。中には、あの一万円札、百万円っていう人もいるかもしれない。一円玉、百万枚っていう人もいるかもしれない。小切手で書いて、一枚っていう人もいるかもしれない。 これれもも結局はは額としては同じななんだけどそれ以外のものがバラバララになる可能性がある1,000円札では10円玉では100円玉ではって考えたらお金に関しても実は同じ大きさではあるけれどもそれを具体的に表そうとした時にはいろんな形がありうるこういう時には不可算としてカウントされますので気をつけておいてください。